はい皆さんこんにちは。講師の森田隆之です。それではですね、只今より夏からのタイプ別不動産鑑定士最短合格法を開始いたします。よろしくお願いいたします。はい、えー、本日ですねガイダンスということでありましてですね、私の方で、えー、まあ30分1時間ぐらいですね、えー、まあ不動産鑑定士になるためのですね最短合格法についてお話できたらなと考えております。 えー、私はですね経済学とか会計学を担当しております森田と言いますよろしくお願いいたします、えー、では本日の構成という、えー、ところなんですけども えまず一つ目ですね、えー、不動産鑑定士という資格はですね非常に狙い目の資格であるということで、まあ、その魅力なんかをですねまずお話しさせていただこうと思っております、えー、そしてそれを踏まえましてね不動産鑑定士になるためにはですね試験をに合格しなければいけないんですけどもその試験制度あそして試験に受かるためのレックの講座についてね、えー、簡単にお話ししたいなと思っておりますそして最後にですね、えー、短期合格するための学習法 ななどなどおお話ししようかと思っております、えー、ではですね不動産関係者狙い目の資格非常に魅力的な資格ですよというところをですねまずお話しさせていただきます。 私は経済学の講師なので、まあ、エコノミストの視点ということでありましてですね、えー、まあ魅力をですね経済学の立場からですね語っていこうと思いますけど、えー、まず、狙い目かどうかというのはですね需要と供給を考えればいいんですね。 でまず1つ目なんですけども不動産鑑定士というですね、えー、そういったあ、まあ、専門家なんですけども実はですね人手が足りないんですね。 えー、人手不足なんですね、えー、非常に、えーまあ、供給が足りてないと少ないと、えー、不動産管体士が少ないよとそういった状況にあるんですね一方で仕事がですね多いんですね、えー、結構あるよということで需要は多いという感じですねですから供給が少ない需要が多い、えー、こういった状況にありますとですね、えー、狙い目の資格なんですね要は足りてないんですよ人がね。 だけど需要が仕事がいいっぱいあるんですよ大量の仕事をですね少ない人間でカバーしなければいけないということで、えー、まあこういった業界に参入するとですねいっぱい仕事もらえちゃうということでありますからあ狙い目の資格なのかなということであります。ではちょっと具体的にですね見ていきましょうかね、えー、三大国家資格と三大国家試験というふうに書いておきましたが。 まず司法試験、えー、というものがありますけども、まあ、弁護士さんの数ですね、まあ、全てが全て弁護士になるわけじゃありませんけど裁判官だとかいろいろねいろ、えーまあ、んな道がありますけど、まあ、弁護士の数はですね、まあ、約4万人いるというふうに言われておりますね。 で、えー、三大国家試験の、えーえー、一つにですね、公認会計試験というのもありますけども、まあ、公認会計士さんの数は約3万人ぐらいといとう,うに言われておりますね。ですから3、まあ、大国家試験と言われるのは司法試験公認会計試験あの不動産鑑定試験というふうになるわけなんですけどもあの司法試験も公認会計士試験もですねあの結構な数の、ねえー、専門家が既にいると。 いうような感じなんですねでは不動産鑑定士はどうなのかというと えー、約9000人ぐらいと、もう少し少ないかなっていう感じなんですけど、約9000人ぐらいとこういうことでありまして、圧倒的にですね、まあ、単純比較はどうかっていうご意見、確かにあるんですけども、えー、9000人っていうのは、まあ、現在の仕事を考えますと、ね、ですねちょっと少ないんじゃないのと、えー、いうふうにまあ思われておりますね。で、まあ、単純比較はどうかというところでもあるんですけども、比べてみるとやっぱりね、専門家の数ちょっと少ないんじゃないのっていう感じもしますよね。ななので、まあ、供給人、えーまあ、人が足りてない人で 不動産関連死になっちゃったらですね、えー、非常にですね、あのーまあ、あ仕事しやすいよっていうね、えー、そういった状況ですね。 でしかもです、ね、まあ、実はこの不動産鑑定士というのはです、ね、あの高齢化が進んでおりまして、ね、40%ぐらいの方が60歳以上ということで、まあ、かなり高齢化が進んでいるとで先ほど約9000人ぐらいというふうに申し上げましたけど、ね、あの実際に仕事をしているのは、ね、5000人とか6000人ぐらいなんじゃないのかというふうふに言われているんですねですから人あの実際、えー、不動産鑑定士としてです、ねまあ、業務やられている方が、まあ、そんなに多くないとしかも高齢化が進んでいる。 とということでで、まあ、今後ますますすすね人手不足があ発生するんじゃないのということで、まあ、非常にね、えー、深刻な状況にあるということでだから国交省なんかはですね若いですね不動産鑑定士をもっともっと増やしたいとこういうふうに、ねえー、思っている状況にあると、えー、もう本当に、うん、このままだったら、うん、大丈夫なのかとそういった、ねえー、状況にあります。 でではですね、えー、不動産鑑定士の仕事についてですね簡単にお話しいたしますね。えー、2つの柱から成り立っているんですけどもまず1つ目ですね不動産鑑定評価業務というのがあるんですね。でこれはですねお客さんがですね、えー、公的機関それから民間企業ということでお客さんが2タイプいらっしゃるということですね。えー、不動産鑑定評価業務というのがあるんですけどもお客さんは2タイプいますよと。 じゃあ不動産鑑定評価業務って何ですかっていうとこうですね公平中立の立場から理論的にですね不動産の価格値段を求めるそういった業務のことを言いますね。 でまあ、不動産というのはね土地とか建物のことを言いますけども不動産の値段をですね理論的に公平中立の立場偏ってない公平中立の立場から求めちゃうとそういった業務ですねこれを不動産鑑定評価業務というふうに言いましてお客さんは民間のの方方以外にもも、ね、公的いいらっしゃるというこ,とでありますでこの、ね、不動産鑑定評価業務というのは独占業務なんですね。 ですからもう参入規制があるということで、不動産鑑定評価業務をやりたいんだったら鑑定士にならないとできないよということで、どんなに優秀な方でも、えー、この鑑定評価業務やるからにはですね、受かってくださいとこういうことになりますので、これは独占業務というふうに言われておりますね。参入規制が非常に高いわけですね。希少価値が高いということで、まあ従いまして供給が少ないと、そういうふうに考えることができるのかなと思いますね。 ですから、まあ、例えばですね税理士試験というのも非常に難しい試験の一つとして考えられておりますけど税理士の業務というのは公認会計士であるだとか、えー、弁護士であるだとか登録すればできちゃうんですよね。ですから、まあ、そういった意味ではですね参入規制、まあ、もちろんあの非常に、えー、まああの参入するの難しいですけども公認会計士とか弁護士とかも参入してくることももちろん可能であると。えー、それに対して不動産鑑定士というのはですね 弁護士であっても、えー、公認会計士であっても、えー、参入できませんので、えー、この鑑定評価業務不動産鑑定評価業務というのは不動産鑑定士のみに与えられている独占業務ですから、まあ、そういった意味では参入障壁が高くてですね、まあ、要はあのーまあ、ん守られてるというね 規制に守られているそういった意味ではです、ねまあ、競争がそれほど激しくない激しくないということは、まあ、言ってしまえばまあ心地いいそういった、ねえー、状況にあるのかなということで、まあ、そういった意味では非常に狙い目かなというふうに思われますね。 でそれからあのの鑑定お仕事とということでですねコンサルティング業務というのがあるわけなんですけどもこちらの方はですねクライアントにソリューションを提供すると不動産鑑定士というのはですね不動産関係でいうと最高峰の資格にありますから不動産関係のコンサルティングというのはですねやっぱり、えー、非常にですね この不動産鑑定士の仕事として柱になるわけでありましてソリューションを提供するそういった業務になるわけですねまあ、あのコンサルティングの業務自体はですね別に資格はなくても構わないということなんですねまあ、国家の資格として中小企業診断士っていうね資格がありますけども別にあのコンサルティング自体はですね資格がなくてもオッケーなわけなんですけどもやっぱりこの不動産関係のコンサルティングになりますとですねやっぱり不動産の高度な知識考え方というものがですねなければソリューション 出せないということでやっぱり不動産鑑定士の方がですねやっぱりこのコンサルティング不動産関連のコンサルティング業務ではですねやっぱりこうあの注目されるというか投格をね表すわけなんですよねですからまあ主にですねこの2つの業務から成り立っておりますよと で、えー、不動産鑑定評価業務一ということでありまして、えー、まずお客さんがですね公的機関ですね国とか地方、えー、公共団体ということで公的機関のお客さん,んにたい、えー、がいるわけなんですけども公的評価というのがありましてですね、まあ、依頼主は国都道府県。 えなんになるわけですねで仕事の場面なんですけども、えーこうえー、どういうものなのかというと、まあ、例えば工事地下あ相続税老専化ですね工事地下についてはね、えー、次のページでの、えー、あの詳しく見ますけども、あのー、よくですね ああのー、まあ、1月1日時点のですね、えー、不動産の値段ということで、えー、土地の値段ということでですねあのー、3月ぐらいね発表されるわけなんですけどもあの銀座が一番、えー、今年は高いですみたいなね、えー、そういうの発表されますけどあれが高知地価ですね次のページでちょっと詳しく述べますけどね。 それからまあ相続税路線化ということで、まあ、路線化というのはまあ道の値段になるわけなんですけども相続税を計算する際のですね、まあ、そういった土地の値段ですねこれが相続税路線化なんですけども工事期間のたい8割ぐらいというふうに言われておりますね。それから裁判所の競売ということで競売物件なんかも不動産鑑定士の方々がですね、まあ、実際に値段をつけるというふうになりますね。 でそれからまあ公共用地の取得ということで、まあ、例えばあまあ道,を道の幅を広げたいとかっていう時はですね、まあ、用地を取得公的機関がすることになるわけなんですけどもその取得する際にいくらで取得するのかっていうのを考える際に不動産鑑定士の評価、えー、というのがまあ必要になるわけですね。 えー、従いましてですねお客さんが公的機関ということで、で工事地価とかですね相続税路不正っというのは毎年出しておりますから、毎年安定したですねそういった需要があるというのが非常にですね魅力的なですねお仕事と。ね、一回限りですから、毎年安定した需要が認め見込めるということでありまして、まあ、そういった意味で非常に魅力的な仕事であるということでありますよね。 でしかも、ですねあごめんなさい、えー、それで地下工事ですね、えー、こちらちょっとお話しさせていただきますね、まあ、地下工事法というのがありまして、国交省が発表してるんですけども、えー、毎年1月1日時点ので、ね、2万6000の標準値の客観的に妥当な価格をですね示しているということで、工事しているということであります。 でえーまあ、土地を取り引きする際のです、ね、重要な指標になるわけなんですけども、えー、このをです、ね、値段を決めているのは寒天使であると計算しているのは寒天使であるとで毎年です、ねあのー、発表されておりますけど、えー、2020年の、ね、地下最高額はです、ね、銀座4丁目の山の楽器、えー、ということでありました。これはももう何年も連続でね ずっとここがですね最高額ということであの過去最高がねずっと続いておりますね1平米あたり5770万円ということで過去最高をずっとね最近更新してるのかなということですねやっぱ銀座は高いですよねあの1位から4位まで銀座が独占ということで5位が新宿6位が丸の内ということでまあ、銀座は非常にやっぱり高いということでイメージ通りかなということなんですけどもそういうですねまあ、土地の値段を計算しているという方が 方ががですねいいらっしゃいましゃまて、あ、それが鑑定士であるとで鑑定士しかできないと独占業務であるということですね。で不動産鑑定評価業務の2ということでありまして今度はお客さんが民間機関ということで民間の企業ということで企業とは限りませんけど民間なんですね企業個人になるわけですね。 で依頼主は個人企業ということで、まあ、仕事の場面なんですけどね不動産の売買の時ですねいくらなのかなっていうね、えー、理論的には公平中立な立場からするといくらなのかなっていうのがやっぱり必要になるわけで不動産の売買だとか担保だとか賃貸だとかこういった場面ではですねやっぱり評価っていうね不動産の鑑定評価っていうのが必要になってくるわけですね。えー、それから不動産の相続ですね相続の際にもですねきちんと値段を、まあ、決めとこうやということでこれはもちろん大切になってくるわけですよね。 それからまあ最近非常に増えておりますね M&A ですねマージャンアクイジションなんですけども、えー、M&A 企業の合併と買収というふうに訳されたりしますけども合併とか買収する際にですね相手の持っている不動産の値段それいくらなのかというのを明らかにする必要があるわけなんですがあその際にですねやっぱり評価するのは鑑定士というふうになるわけですねもう最近ですねこの M&A ていうのがですねまた急速にですね伸びておりましてですねまあ去年でいうと2020年で2019年でいうとですね、まあ、4000件の M&A が なされているととうことで,で M&A をするということはですね相手の企業は当然不動産を持ってるでしょうから不動産がゼロってことはないでしょうから不動産の値段を明らかにするということで鑑定士のがそこでやっぱり食い込んでくるということになるわけですね。でまあ不動産の証券化と証券化の際にもですねその不動産っていくらなのっていうのことで鑑定評価がなされるということですね。 ですから、まあ、非常にですね民間の場面でもですね、あのー、仕事が多い需要が多いってことですね、えー、公的機関からの仕事もありますそして定期的にあります毎年ありますそして民間からもですね需要がですね結構あるわけですねですからまあ民間それから公的機関お客さんはこの二ついらっしゃいますけどもどっちからも仕事結構あるよという話なんですよね でえー、仕事のです、ね、もう一つの柱なんですけどもコンサルティング業務になるわけなんですがこちら、です、ね、丸一番ですね、えー、不動産の有効活用の提案ということで、まあ、不動産のプロですからプロ中のプロですからね不動産資格の最高峰にありますから不動産の有効活用の提案というのはやっぱり鑑定士ならではの提案ということになるかと思いますので、まあ、こういうのもですね鑑定士の、まあ、あ仕事の、ねえー、一つになってくると。 それからマンションの建て替えの際のですねコンサルティング、えー、市街地再開発事業等にかかる不動産の権利調整と、ねえー、権,利権,権利関係が非常に複雑ですからね不動産関係の権利関係というのは非常に複雑ですからやっぱり不動産鑑定士というですね不動産に関するですね高度な知識考え方を持ったですね方がやっぱり調整に当たるのがよかろうということで、まあ、こういったことにもですねかなり、えー、鑑定士さんは食い込んでくると。 それから CRE 戦略ですねコーポレートリアルエステートということで、えー、企業所有不動産の有効活用の戦略ですね、まあ、その有効活用を提案していく、えーまあ、これが CRE 戦略 CRE 戦略の提案ということなんですけどもこういったものもですね最近急速に伸びておりますよね。えーまあ、不動産をです、ね、有効活用するその ご提案ですねこれはもやっぱり鑑定士しかおそらくできないでしょうということになるわけですよねやっぱり不動産の高度なね知識これがないと難しいですからそれからプロパティマネジメントということで不動産管理業務というふうに言いますけどこの不動産管理業務こちらももちろん食い込みますよということで、まあ、コンサルティングだけでもこれほどあるとこれだけあるということであります需要が多いですねということですね 仕上がり戦略に関してねちょっと、えー、ピックアップしておきましたけど例ということでありまして、まあ、例えばキリンホールディングスということであの17社がですねこれ中野に結集したんですね。 あの今私がですね収録してるのはこのスタジオが中野にあるんですけども結構ここのそばにね、えー、このキリンホールディングスが引っ越してきましてでまあそこにね、えーキ,リンえー、キリンビールだとかキリンビバリティだとかメルシャンだとか、えー、小祝乳業だとかあそういったところがですねキリンあの中野にもう、えー、キリンホールディングス17社が結集したんだということですね。 でえー、結集する、まあ、あと何がいいのっていうとやっぱり、えーまあ、新しいビルですからね防災とか安全性が非常に高いですよと。 そしてて結集すすすすするるることにによよよってでででねねね、まあ、効率化わわけけ、ね、コミュニケーションが円滑に図られるわけですよ、ね、でどん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 とですね今まで、ねえー、図られなかったコミュニケーションがですね測、えー、られるようになるとですねあの新しいアイデアとかそういうのが生まれてくるということでまあ,あこの結集するですねメリットっていうのがそういったところにもあるのかなというふうに思います、ねまあ、もちろんねメールだとか電話だとか最近だったらズームとかそういうのを使ってですねあの遠隔でもミーティングできますけどもやっぱりフェイス・トゥ・フェイスっていうのが 基本ですよねでそこから結構いろいろとですね出てきます出来上がってきますよねですからやっぱりその一つのところに結集するとこういうことはですねまあ、結構重要なことなのかなと思われますよね でやっぱりね、重複するコストなんかは削減されますよね、固定費なんかがバラバラ,バラバラなところにい,らい,言いますと、ですね、えー、固定費もバラバラに発生しますけども、一箇所になると、ですね固定費もぐっと圧縮できますから、重複するコストをですね削減する、コスト削減につながるということで、不動産をですね有効活用するということは、ですねまあ企業が勝ち残る際に、ですねとてもとても大切なんですね、えー、ことの一つというふうに考えられておりまして、そういう ことを提案できるそういった仕事がですね不動産鑑定士であるとコンサルティング業務であるということになるわけですね。 不動産鑑定評価業務のフローということでありましてまず丸一番ですねお仕事の依頼これを受け付けるということになりますね。でその辺に基づいてですね現地調査資料収集等ということでまあ本当にですね現地に行くということが現地に出向くっていうのが不動産鑑定士さんのですね、まあ、仕事のまあとても大切なところになりますから本当に多い方だったら月の半分ぐらい、えー、あのどっか飛び 待ってるっていうことらしいですね、えー、結構まあ現地に行くということですねだから東京に本社があったとしてもですね子、えー、会社がですねあるいは持ってる物件がですねあのーえー、北海道にあればですね北海道に飛ばなければいけないということでまあ、あっちゃこっちゃ飛び回るとそういった仕事がですね不動産関税士であるということですね でまあ、そこでですね現地調査をしてですね資料収集をするとネタを集めるとそういった形になりますね。でネタを集めておいてですね、えーまあ、鑑定評価書をそのネタに基づいて作成するとで交付していくとあこれが一連の流れということになります。 ははいそれでは引き続きまして合格後の道丸一というところなんですが、えー、不動産鑑定士という資格はですね、まあ、独立開業しやすい資格というふうに言われておりましてですね、まあ、あの例えば不動産系の資格で言うならばですね、まあ、土地家屋調査士だとか、まあ、そういう資格もあるわけなんですけども、えー、土地家屋調査士よりもあの独立しやすいのかなというふうに言われてたりするんですね。でどういうういことかとか、まあ、あ土地家屋調査士なんか はですね、結構道具にお金がかかってしまうと100万とか数百万かかってしまうということなんですけども不動産鑑定士はですね、まあ、事務所は家でまあできてしまいますからパソコン台あればですからそういった意味では、うんまあ、開業しやすい、えー、資格さえ取れば開業しやすいのかなというふうに考えることができるかと思いますね。 でまあ、あのま,ずまず丸一番と言い出しましてですね公的評価ということでえ毎年ですね一定の安定した収入があるえここも大きいですよねえそして2つ目なんですけどもえコンサルティングという柱もあると。 えー、そして差別化すればですねどん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 仕事も増えるということですよねですからまあ私のですね、えー、まああの、えー、その受講担当させていただいている受講生の方にですねやっぱり最近だったら弁護士の方だったり公認関係士の方だったり非常に増えてますよね、えー、差別化するということでさらに公認、えー、あの不動産鑑定士も取得するということで、えー、結構ね、えー、この差別化っていうのをね、えー、まあ狙ってですね コンンサルティングするるっってててていいうののがととも大切になってきてるのかなきか思いますねあるいは英語ができるのであればですねそれこそインバウンド需要っていうのがありますから、まあ、それのです、ね、需要を、ね、その拾うという、ね、こともあり得ましょうし差別化っていうのがねコンサルティングする際にはとても大切かなと思いますね。 で、えーまああの、新たにですね、また資格取るというのも大変ですからあ、まあ、共同経営ということでね、弁護士の方とやるというのもいいでしょうということで、まあ、あの弁護士の方なんかとですね、組んでですね、ワンストップのサービスを提供するとそういう開業の仕方もあるのかなというふうに思いますね。 合格後の道の丸2ということでありまして企業内鑑定士というふうに書いておきましたけれどもあの独立しなくてもです、ね、企業の中で,です、ね、鑑定士として働くということも考えられましてです、ね、不動産鑑定事務所で,です、ね、不動産鑑定士としてです、ね、働くということももちろんありますよね。 それからまあ信託銀行ですね。まあ、信託銀行はですね、金銭の信託以外にも不動産の信託とかそういうまあ不動産関係のお仕事もいっぱいね輝えておりますから信託銀行の中にもです、ね、鑑定士さんがいっぱいいらっしゃると。 ということでありますし、えー、丸三番といたしまして不動産会社なんかはですねまさに不動産ですから鑑定資産必要でしょうしね建設会社鉄道会社、まあ、こんな会社なんかはですね、えー、まち、あ、づくりということで、えー、不動産にも非常に絡んでくるということでやっぱり鑑定資産が必要と、えー、それから官公庁ですね、まあ、例えば財務省なんかでも、えー、結構ね、えー、その鑑定資産必要なんですよね。まあ、レックはでですすねね、まあ、年ぐらいですかあ、ね、ああの、まああのま 財務省の研修なんかもですねさせていただいておりましてですねあの、まあ、財務省の仕事としてもです、ね、鑑定士さんが結構必要と。 財務省というのはですね、まあ、公共用地を取得したりというのがありますからで取得する際にですね鑑定評価をしてもらうのは、まあ、外の鑑定士さんなんですけども中中ににももでですねねね財務省の中にもやっぱり、ね、鑑定士さんんが必要なんでしょう、ねえー、外の鑑定士さんにその鑑定評価をしてもらってですねその結果をね見れる鑑定士さんというのもやっぱり抱えておきたいということで財務省なんかもどんどんね鑑定士さんの数を増やそうという方向性にありますしまああの 結構ね観光庁なんかも鑑定士さんがいらっしゃるとそれからまあ金融機関ですねまあ、例えばメガバンクなんかも鑑定士さんいらっしゃいますよねということで企業内にも鑑定士さんが働くですねそういったそのチャンスというかポジションというのも豊富にありますよということであります。それではではすねああのまあ 以上がですね、不動産鑑定士のですね、えー、魅力ということで、私の方でお話しさせていただきましたけれども、これからはですね、まあ、試験の制度ですね、不動産鑑定士になるためにはどうすればいいのかと、試験に、えー、合格しなければいかんと、じゃ試験の制度っていうのはどうなってるのかということで、あのパンフレットがね、ありますので、まあ、こちらですね、ちょっと見ていただければと思いますね、不動産鑑定士というです、ねまあ、資格のパンフレットがありますので、こちらをです、ね、写します。 ですね 不動産鑑定士試験ガイドということでありまして、まあ、どうすればなれるのかといいますとです、ね、まず試験、ですね2本立てなんですね、えー、担当式試験と要はマークシートの試験ですねそれから論文式試験、この2本立てであるということであります。で担当式試験の科目は何ですかというと2科目、えー、行政法規と鑑定理論ですね、行政法規と鑑定理論、えー、になっております。 えー、そしてだたいね5月の中旬、まあ、母の日あたりに行われるということでありましてで、まあ、合格基準なんですけどもおおむね7割が合格点ということであります。 あのまあ、例えば行政書士試験であったり簿記検定試験であったりというと簿記、まあ、だったら7割以上、えー、行政書士だったら6割以上ということで、まあ、明確にですね決まっているわけなんですけど、えー、鑑定士の場合はでおおむね7割ということで、まあ、平均点が低すぎたりするとですね合格ラインもちょっと下がるということでだいたい7割ぐらいというふうにお考えいただければと思いますね。 それからあの論文式試験の方なんですけども科目がちょっと変わりましてですねあの担当式試験でありました行政法規がなくなっちゃうと。 論文式試験ではですねで、えー、鑑定理論はですね、えー、鑑定士さんですから引き続きですね論文の方でも大切な科目ということでありますよと。で、えー、じゃあ論文式試験で行政法規なくなるんですけども新たに加わる科目が3科目ありましてですね、まあ、この3科目のことを教養3科目っていうふうに言うんですが民法経済学会計学とこの3科目が新たに論文式試験で加わりますよということであります。でで日日日間間すね7月月月のののの下旬ないしは8月の上旬は上 ですねまあ、非常に3日間これ過酷なんですけれども、えー、この3日間で、まあ、試験をしてもらうと、えー、そして合格基準がですねおおむね6割ということであります。 でえー、担当式試験、それから論文式試験ということで、まあ、合格率、ですね、えー、担当の方が四パー、ね、32.4%なんですね、だいーセ30%を超えるですね合格率で推移してきておりますと、3人に1人が合格と、一方で論文式試験ですね、えー、合格率が14.9%ということで、まあ、7人に1人の方が合格ということであります。 でえー、と担当論文とです、ね、試験を受けるわけなんですけども。 あの担当式試験にですね1回合格しますとですねその年を含めて3回ですね論文式試験を受けることができるということでありますので、まあ、そのこの点なんかもですねあの不動産鑑定試験というのは働きながらですね受験される方が非常に多いので、まあ、あこういったね、えー、制度というのは、まあ、公認会計士も同じような制度なんですけどもこういった制度にはこういった制度はですね非常にこう働きながら勉強されている方にとってはありがたい制度なのかなと。 うふうに思われますよねでそれから、まあ、受験が非常に今狙い目ですよっていうのはこのポイントの2なんですね短期合格が可能になるということで、まあ、現在ですね不動産鑑定士の人手不足っていうのがですね、まあ、深刻で今後ますます深刻になるのかなということであのもう少し増やしたいしかも若い人を増やしたいということで、あのー、短期合格をねもっと可能にしようかという方向性にいっております。ですから試験問題を、ね 見直すっていうことをまあ国交省がえ言われておりますのでえ従いましてですねまあ非常に結構ねえ三大国家試験国家資格ということでまあ問題の難易度も高いんですけどもえ問題を見直すとえ初学者の方であったとしても基礎がベースがしっかりしてるんだであれば合格させようじゃないかとそういう方向性にありますからあ受験生としては今が非常に狙い目なのかなというふうに思われます。で 担当論文とありますけれども、合格したらですね実務収集というのを受けていただきまして、そしてこちらも合格しますと不動産鑑定士として登録できるということになりますね。 でえっとですね、その次にあの、宅建をですねお持ちの方も結構いらっしゃるんですよね、で宅建をお持ちの方は、ですねこのぜひとも不動産鑑定士の資格をですね目指してほしいなというふうに思ってるんですけども、それはどうしてかなというと、こうなんですね、えー、なんと約55%が宅建士の知識でですね、えー、得点できちゃうということなんでですすねね、まあ、非常にです、ねえー、宅建をお持ちの方はですね。 えまあ非常にです、ね、有利ということになりますので、ね、不動産鑑定試験では有利ということになりますので。 あのまあぜひねご検討して、えー、検討していただければと思いますね。で、宅建士宅建士のね試験というのはですね、まあ、こんな感じなんですよね。権利関係宅建業法法令上の制限その他ということであります。その他は不動産鑑定評価基準になるわけなんですけども、例えばということでなるわけなんですけども、例えば権利関係た権利関係なんかは民法でね。 使えますし宅建業法法令上の制限などはですね行政法規でもろ使えますしその他のところで出てきた不動産鑑定評価基準は鑑定入力でもちろん使えますからまあ,あのかなりね かなり、えー、宅建の方はですねね有利なんです、ね、ですすからあのもったいないですよ、宅建をお持ちの方があこちらに来ないのは非常にもったいないということでぜひとも、まあ、あこちらにもチャレンジしていただければなと思いますね。で残念ながら私が担当してるです、ね、経済学、会計学はちょっと宅建の知識とは関係ないので使いませんけども、まあ、非常にですね、えー、使えちゃうということですよね。 えーまあ、不動産鑑定試験の担当式試験の、まあ、行政法規に限ってはですね40問のうち 55%, ですよ、ね、問のうち55が使えちゃうということで、まあ、非常にですね有利ということでありまして、えーまあ、こういったことをねちょっと知っておいていただくといいかなと思いますね。 で、えー、とこちらにはちょうど書いてないんですけどもだじゃあ大体どれぐらいね勉強すればいいのかというとですね担当で大体500時間とそして論文で大体2,000時間ということで、まあ、結構大変ですよね 2500, 2500時間覚悟、えー、していただくということで、まあ、結構大変なんですけどもだけどやっぱり大変な資格だからこそ価値があるということですね、えー、ですから30時間とか50時間ぐらいで取れる資格っていうのはみんな取れちゃいますから。 やればみんな取れちゃいますからそういった資格ではなかなかお金を稼げないということだと思うんですよね。なのでみんながあの簡単に取れるわけじゃないと。 しかもそれその時間を確保しなければいけないということでありますからだからこそ価値が出てくるということでだからこそ希少価値っていうのが出てくるわけなんですよねですからまあ2500時間ですねちょっと頑張ってですね時間を作っていただきましてまあもちろんこれ人によって違いますね、えー、まあ例えばうんそうですね法学部の方だったら民法とかそういったところにアドバンテージがあるでしょうし経済学とか経済学部だとか経営学部商学部の方であれば経済と か会計にアドバンテージがあるでしょうから、まあ、人によってもちろん置かれてる状況というのは違いますんでね何、えー、とも言えないわけなんですけどもまだ、あ、いたい2,500時間ぐらいはちょっと加工をしていただきたいかなとそれより少ない方もねそれより少ない方ももちろんいっぱいいらっしゃるんですけども、まあ、それぐらいやっぱりちょっとね見ていただきたいかなと思っております。 でではですね、あのーまあ、これがですね、試験制度ということだったわけなんですけどもじゃあレックではですね、そういった試験,試験に乗り越えるためにですね、どういった講座をですね、小学者の方に用意させていただいているのかというと、えーまあ、3つのね、小学者に対してはですね、コースがあるんですね。まあ、担当論文フルコースということであの一気にどっちも勉強しちゃうと、ね。た 担当はですね行政法規とそれから鑑定理論ですねで論文はですね教養3科目民法経済会計それから鑑定理論ですねどっちもですね一気に勉強しちゃおうとこれが担当論文フルコースということでこちらはですねちょっとやっぱり働いてる方は厳しいかなと、ね、働いてる方の中でもちょっと時間ゆとりありますよと、えー、残業ほとんどありませんっていう方だったらこちらのコースを、えー、考えていただきたいんですけどもちょっと平日は大変ですよねと。 いう方はですねね、まあ、こちらはちらょっと、ね、避けた方がいいかなといいう,うに思いますねですねでから学生さんだったり残業がほとんどありませんという方はですねこちら選んでいただければと思います。で、えーえー、社会人の方はこの真ん中のコースがあーいいかなというふうに思いますね。バランスがよく学習したい方向けということでまず担当を受かんなきゃいけないんですけども論文式試験の基礎のところは勉強しますと。 ね、担当合格これがもう目標なんですけども論文の基礎は勉強しちゃいますよと、これが真ん中のコースになりますねですかね。それから担当合格コースということでこちらはね結構忙しい方向けですね時間ないんだと頑張れば日曜日時間あるけどっていうそういった方はですねこちらになりますね担当合格コースをまずは担当だけやっちゃおうと 担当を受かっておいてで残りの2年で論文合格しようやと、まあ、そういう方向けに作られたのが担当合格コースということでこの3つの、ね、コースがありましてですね、ご自身の状況に合わせてですね、選んでいただくということになりますね。なところでしょうかね。 ででもですねまたちょっとパワーポイントの画面の方に戻りましてですね、えー、短期合格するための、ね、学習法ということでありまして、まあ、私ね2007年からやっぱり講,講師をしておりましてですね、まあ、結構ねいろいろ、あのー、思ったことがありますねそれについてね、えー、お話しさせていただければと思いますけども、えー、まずこちらですねバランスよく勉強すると学習するということですね。 えー、得意科目を伸ばすよりも苦手科目をなくすこういったですね勉強法ですね、えー、を心がけていただければと思いますねあの得意なものを伸ばしていくというね勉強法だと、えー、受からない可能性がちょっとあるかなというふうに思うんですよね苦手苦手科目をなくしていくと穴をなくしていくと穴を小さくしていくようなそういった勉強法を心がけていただければと思いますねあの得意なものを伸ばしていくっていうそういった教育ももちろん素晴らしい教育なん。 ですけど鑑定士試験に限って言えばですね、えー、そちらはどうかなと、えー、穴を小さくしていくようなですねそういった勉強法学習法の方が早く伺かます早く浮かぶ可能性が高まりますんでねでどうしてかというとあの難しすぎる問題がね出題されることが結構あるんですよね。 えー、例えば民法とか経済とか会計の問題でいうとですね、えーまあ、大学の先生がですね、まあ、基本的には問題を作るということであるんですよねで大学の先生は問題を作るのはですねも,もちろんもう慣れてるわけなんですよ、えー、学部生にですねあるいは大学院生にですね、まあ、問題を作ってということをしてるわけですよねですから問題を作ること自体は別に慣れてると慣れてるんだけど不動産鑑定試験の受験生がどのレベルにあるのかっていうのが ちょっと分かってない方が結構多いわけですよね特に初年度の、えー、試験員の方初年度の試験員の方はっきり言って分かりませんよ。ね。えー、自分は問題を今まで学部制にいっぱい作ってきたと問題作れると。だけども、えー、その学部制とレベルがおそらく違うだろうと。 学部生と違うけどどれだけ違うのかかかんないといととうことでだから初年度っていうのは問題のレベルどこに設定すればいいかっていうのがなかなかちょっとさじ加減分かりませんからだから初年度ってねえ難しすぎる年っていうのが結構あったりするんですね。 逆に初年度っていうのはさじ加減わかんないから不動産鑑定士の受験生の方からしたら優しすすぎるるっっていう問題が出ちゃったりするんですねですから結構ですね、まあ、初年度っていうのは荒れることがあるわけなんですけども、えー、難しすぎる問題がね出ちゃうっていうこともあるんですよだから簡単すぎる問題ももちろんありますけども難しすぎる問題が出ちゃうってうことがあるんですね。で難しすぎる問題が出ちゃったらねはっきり言ってね不動産鑑定士試験の受験生のレベルを超えてるんで、えー、経済学得意な人でもほぼ0点ですよ。 えー、そういった問題もあり得るんですよねでそれがね100年に一度ぐらいの話だったらね、えー、そういった年もあるかなアハ,ハハみたいな形でいいかもしれませんけどそうじゃないんですよ。結構な短いい周期でやたら難しい問題が出ちゃうと、ね、経済学得意ない人も得意じゃない人も、えー、同じ、えー、点数になっちゃうとそういった年っていうのは結構あるんですよ。なので、あのー、得意科目を作ってね得意科目を作ってですね苦手科目をフォローしようっていうね え、そういった戦略を立てた方はですねやたら難しい問題が出た時にはですね全然できない人と同じ点数になっちゃうんですね同じ点数になっちゃうんで、まあ、したがって、えー、穴のない勉強をやってた方が結構受かる受か,かりやすいよということでありましてそこをですねまず認識していただければと思いますねですかね。ですからバランスよく勉強すると経済学のベースが出来上がったね、会計学苦手であるというのであれば会計学の穴をですねどん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  えー、小さくしていく必要があるということで穴を小さくしていく勉強、えー、これが短期合格につながりますんで、えー、その姿勢ですね、えー、貫いていただければと思いますね。 でまあ例えば難しすぎる問題ということでまあ経済学初学者、会計学初学者の方はまあここをスルーしていただければいいと思いますけれども、例えば経済学ですねちょっと知ってるよっていう方は聞いていただければと思いますが、まあ例えば2018年ですね経済成長のお話が出ましたで我が不動産鑑定士の経済学でいうと経済成長のそういったテーマ自体が非常に難しい問題になりますねでさらにこの2018年は内政的成長理論ということで経済成長の中でもですねまあ非常にレベルの高い理論が 出てしまったと、えー、しかもですねこの2018年っていうのはこの内政的成長理論でですねノーベル賞を取ったポール・ローマという方がいらっしゃるんですけどもポール・ローマがノーベル賞を取った年が2018年ということで2018年に不動産鑑定試験でこの内政的成長理論が出て、えー、その後の、えー、その年のですね後にノーベル経済学賞が発表されたんですけどもポール・ローマがねちょうどの内政的成長理論を取ったんですけどもちょうど重なった年だったんですがはっきり言って。 不動産の受だからこういうのが出ちゃったらこういうのが出ちゃったらですね経済学もうあの基本的な論点であったもの0点という人と俺は経済学大も,うものすごく得意だっていうことも0点になっちゃって変わらないんですよね。差をつけることできないんですよねなので、えー、こういった問題が出ますんで従って穴を小さくする学習法。 を心がけていただければと思いますね。 それから会計学でいうとね2013年だったんですけども事業分離ということでありまして、まあ、事業分離という話自体はですね公認会計士の方だとかだったらねもちろんこれ事業分離知らないと仕事にならないでしょうって感じなんですけど不動産鑑定士は不動産のプロですから会計のプロじゃありませんのでここまではいいでしょうって感じなんですけどここが出ちゃったということで2013年なんかは会計学も荒れてしまったということですねですから結構荒れる年があるんですよできない年があるんですよ。得意ななな方でも手も足も手足出ないような問題 っていうのあるんですよねですから、あのー、苦手科目をなくすというスタンスでですね勉強をね、えー、バランスよく、ね、バランスよく勉強していただければと思いますね。 でまあ、予備校選びのポイントもねちょっとついでにということでさせていただきますけども、まあ、あの我がレックのですね講座はですね YouTube でですね収録の講義が、えー、見られますんで、えー、1回目の収録の講義が見られますんでぜひともそれチェックしていただければと思いますね。で、まあ、教材のチェックですね、まあ、予備校行ってですね教材見せてくれって言ったら見せてくれますから教材のチェックしていただきましてですねそして分かりにくいんだったら合わないかもと。 で分かりやすいやって思っったんだらぜひ、えー、レクでというう感じでしょうかねやっぱりこの相性ってありますからね私はベストを尽くして話してるわけなんですけどもやっぱり相性ってのはありますからね私のこと嫌いな人嫌いですからもうあいつの顔見たくもないっていう人もいらっしゃいますからねですから、あのー、そういう、ねえー、こともありますからまずは見ていただいて、ね、レックの場合は。 えー、民法も経済も会計もですねあるいは官邸理論も全部ですね収録で講義したものを YouTube で1回目は動画アップロードしておりますのでぜひ見てそれで分かりにくいのか分かりやすいのか1回目から分かりにくいのであればもうちょっとなかなかもう挽回聞きませんよですからもうあのやめようかなというふうに思っていただいてもいいですし分かりやすいんだったらまあちょっとね考えて検討していただければと思いますね。 であとねやっぱりねこれも大きいですよね、的中の有無ですね、まあ、私は結構当てまくってると。 いいう,ふうにしてるるんですけども当当たるか当たからな実は担当式試験と論文式試験っていうのがあって担当式試験の方は問題数がいっぱいありますからね、えー、まあそれは当たりますよだけど、えー、論文式試験っていうのは例えば経済学であればですねミクロ経済学とマクロ経済学という2つの分野がありましてです、ね、そこから基本的には1台ずつということでですから当てるの結構大変なんです正直言いまして。 で当てるの結構大変なんですけど私は結構当て続けてるそういったあ、まあ、自画自賛なんですけどね、えー、誰も言ってくれないですから私があの自,分自発的に言ってるんですけどもまあ,あのやっぱ当てる当てないっていうのは結構あのとても大切なことだと思うんですよね問題が2つしかありませんから、まあ、従いまして、まあ、そんなところなんかもチェックしていただくといいのかなというふうに思いますね。 予備校もあのとても大切な、ねえー、受験にはものだと思いますのでちょっと、えー、検討していただくといいかなと思いますね。はい、えー、それはですね、えー、不動産鑑定士試験のですね、えー、ガイダンスということで、えー、お話しさせていただきましたけど、えー、私の方からは以上とさせていただきます。どうも皆さんお疲れ様でした